どうも、ヘルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回は前回の続きで新しいミッションをやっていきましょう。まあつなげるって感じだね、配送センターとね。まあそれであとは自動配送ロボットがつくのかな。で、途中拾う前提でバイクで行けますか。まあ荷物はねどうにかなるとして、あれもしかしてこれ、あ、めっちゃバッテリー増えてる。でもってだよ、でもってもしかしてブースト使えんじゃね。ぐーんと道路行って、でこっからだね。これバイクで行けっかな。おお、すごいすごい、ブーストめちゃくちゃいいけど、あ、ミュールがいたんだ。こうカーブがしづらくはなってるんだね。意外と曲がりづらい。あ、でも、あ、そういうわけでもないか。快適かどうかって言われるとまた別か。さあ通電入れ、ん、あ、ここら辺はあいつらかな。BT が出てくれるエリアなんだね。いや、この快適さよね。うん、なるほどね。そう、この辺りは特にはって感じか。で、ここまっすぐ行くと、クラフトマンびっくりマークついてるけど、だよね、特にはって感じだもんね。あー、で道が分かれるわけか。こっちもできるわけね。へええー、復旧はできないってことは、この先はってことか。ちょっと待った。あ、でも意外と、道は楽そうだね。え、これ何？誰かのっていうことを、休憩所みたいなもんか。
意外とこっちが来てしまった。いや、ちょっと待った。バイクで行こうと思ったら、ちょっと今のところに預けておいて、徒歩で行こう。なんか道的に山あいだったから、あんまし。さて。感じだな。うん、やっぱプライベートルームに行けるみたいだね。まあ、ただ問題はバイク預けれるのかどうかっていう話で、バイクだけやっぱ預けるってできなさそうか。うん、修理ができるぐらいっていう感じだもんね。そうか、バイクは。お。プレゼントか。クリスマスだね。あ、クリフっていう名前なんだね。メロン帽子。さて、君には何かな。私が開けてあげるか。さあ、何が入っているかね。これはいいね。宇宙飛行士。小島プロダクションじゃねえか、それは。あいつ。もう戦場へは行かない。どこへも行かない。ここでお前たちを守る。だから私にはもう必要ない。あいつにこれを預けてくれ。まあ、リボルバーだったね。では。メリークリスマス。ほほほほ。メリークリスマス。その銃が誰に渡すかだよね。端末を起動して、あ、普通に、駐車場しまえたね。まだね、帰ってくるときにね。特に大丈夫そうだね。あとは靴が替えはあるんで、それはそれとして。タタタタタタン。さあ、行こう。さあ、ここからここまでだね。こう行って、ああ、ここ渡る感じか。
こんな感じで行くか。金属も落ちてると。あのエルダーっていうのがよくわかんないんだよね。お、危ない。ロープパイルは特に、ロープパイルだけか。どっちでも OK。さあ、カエラル通信エリアから抜けたとなると、まあこっからはっていう感じか。よし、さあそれはちょっと、入れておこう。どう、608、あ、結構使うね。680か660だったけど。クラフトマンの荷物があんなところにあるか。いや、ファースケルトンのおかげで結構快適にね、物が運びやすいっていうのはあるんだけどね。よし、あれ、リフト近いかと思ったら、なんかそこは違うやつがあるのかな。どう、ここだね。危ない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 。さあ、これも渡っちゃって、あれ意外と何事もなく、これは、あ、いや、もう着いた、早い、そんなに離れてなかった。バイクでもいいんじゃねえかっていう距離感だったね。まあまあ、カエラル通信つなげておこう。さあ、納品しますか。意外とサクッと終わったね。さあ、3ケース納品。おお、ひげちょびん。この服装的に、やっぱあれ自動配送ロボか。ってことは、いいね、いいねがね、めっちゃ減ってた気がするんだよね。1万ぐらい削られたような気がするんだけど、仕方ないか。はい、3個 OK800 いいね。まあ星3ついったらいいかなぐらいの感じだね。数量は OK。 自動配送ロボを起動したいが、通信が繋がっていないとな。さあ、早速だがやってくれ。さあ、これで南の配送センターも繋がると。
おお、めっちゃ上がったね。まあでも、真ん中まで来たね。あれ、意外と折り返し近いか？あ、ブーツもレベル2が出た。シンギュラリティね。大事大事。これでよし。俺はあっちで準備しておくから、あんたは本部の連絡を待ってくれ。サム、ありがとう。まあまあじゃん。おかげでいよいよ最終実験ができるわ。これは私が設計した。うまく動けばあなたたちの負担を減らせるはずよ。機械なら人間と違ってボイドアウトの危険もない。ああ、デそうスストいう意ラ味ンもあディるングわがけだ起こるね。前の時代、シンギュラリティ、つまり AI が人間の知性を超え世界を変えてしまうことが危惧されたの。でもそれは起きなかった。機械はボイドアウトを起こさない。機械には死の概念もない。だからリーチもない。 AI がどれだけ進化したとしても死を理解することはできない。だから AI には人間を超えることはできない。私が誘導するから、その配送端末で起動してみて、あとはこちらで動作をモニターする。自動配送システムがあるわけね。自動配送ロボはあなたが指示した配送依頼をあなたの代わりに遂行する。はいはい。できるのは指名なし依頼の配送だけよ。なるほサどム、依ね。頼を選んでみて。だから指名なしが必要自なる動わけ配か。送では道の状態が悪いと荷物を損傷しやすいけど、道が整備されていけばあまり荷物を傷つけずに搬送できるようになっていくわ。それに配送時間も短縮されていく。ってこと自は動やっ配ぱ送を使道って路たら気をか。つけて。おお、なるほどね。道路の整備が整うとより速くなるって感じ。そして僕が一番気になっているのは自動配送がどういうキャラか。あ、いや、これか。待て待て待て。メタルギアじゃねえか。しかもなんかちょっと音楽鳴ってたね。これで無事に目的地に着いてくれたら実験は成功よ。今はまだこの1台しかないの。でもこの実験が成功すれば量産していく予定よ。あなたの指示で配送できるようにもなる。ああ、それで運用テストのためにあなたにも1台用意する。よかったら使ってみて。ごめん、子供がぐずってるみたい。ありがとうサム、またね。サム、ありがとう。自動配送ロボが稼働するようになれば、ノットシティや中継ステーションだけでなく、プレッパーズたちの生活にも貢献するはずだ。だいぶ疲れただろう。君はもちろんだが、BB も休ませて機能を回復させてくれ。今はまずプライベートルームで休憩するんだ。まず休憩ね。強制的にお休みを。まあでもそんな苦労して運んだっていう感じはないから楽だったけどね。あとはブーツのレベル上がったのはちょっとありがたいね。お、リーチ。なぜか裸。いやー、あんまり気持ちのいい夢じゃないね。まあ、時雨の影響か。あれ？フラジャイルじゃね？ああ、そうだったね。首から下は
時雨の影響でっていう話だったもんね。時間が進んだっていう話だったから。ごめんなさい、びっくりさせたわね。来たらまだ寝てたから。シャワーを借りたわ。少し聞きたいことがある。プレッパーズたちが君の噂を。彼女はテロリストの仲間、信用するな。それともあいつもヒックスの被害者だ。あいつこそが英雄だ、カシュ。教えてさ、アメリカ合衆国って何だったの。私の父の時代は世界をつなげる特別な意味を持つ存在だった。ただの国ではない、自由と希望の象徴。物を運んで人と人とをつなげていけばあの時代がよみがえる。父はそう信じた。父が死んで途方に暮れた私にヒックスが近づいてきた。一緒に組んでこの世界の全域をカバーしようって。ヒックスはここより西を仕切っていた。私のエリアとプラスすれば拡大できる。最初のうちはうまくいってた。だけど1年前テロリストの活動が激化しだして、私たちの配送システムを悪用。やつらは私たちのセキュリティパスを使って都市に入り込んだ。そして知らないうちに私たちは支援物資や薬の代わりに爆弾や銃を運んでた。配達もテロに利用されてたの。首謀者はヒックスだった。しまいには旧世代の核爆弾を入手してミドルノットシティを全滅させた。それを運んだのか。そう、私よ。破壊の実行、私が気づいていれば防げたはずだった。だからサウスノットシティの破壊は何としても止めようとした。爆弾を都市の外に運び出そうと。でもヒックスに阻まれた。あいつは私を捕らえ、心と体に消えない罰を。ドキューが私から今を生きる時間を奪ったの。だから私の噂はどれも本当で、全てが嘘でもある。私はブリッジズにもアメリカ再建にも興味はない。でも父が命を懸けた配送網をヒックスやテロ行為には利用させない。そのためにあなたに近づいたの。どう、私を信じる。いつでも待機している。必要な時は呼んで。さあ、ここで、事実が分かっただけだね。まあ、これを信じるかどうかまたサム次第というところで、まあヒッグスはあれかな、さ前回ボス戦で出てきたところのやつかな。まあどうしていくかって感じだね。そう、スタミナも上がりっぱなしか。じゃあ一個、
に行こうかね。逃げてる感じだね。あれでも銃持ってるね。サム、あんたが繋いでくれたおかげでアーカイブが復元されてきている。久しぶりじゃん。だが BB の起源については今のところ記録を見つけられない。 BB28 の過去の履歴にもプロテクトがかかってる。それが分かればあんたが見ているというフラッシュバックの謎が解けるかもしれない。努力してみるよ。あんたも頑張ってくれ。おう、ありがとう。結局分からずか。サム、配送端末で依頼を受けてくれ。はい。フラジャイルはヒングスにはめられたか。聞いていたのか。手錠端末のログを見た。カイラル通信がつながったおかげでミドルノットシティ周辺のアーカイブも復活してきた。彼女の言ってることは真実だ。彼女もヒングスの被害者。アーカイブを見なくても俺は彼女のことを信じる。では今後も彼女の協力を仰ぐとしよう。ねえさん。お、ママ。自動配送ロボが目的地に着いたの。実験は成功よ。へえ。1台用意したわ。よかったら使ってみて。めっちゃ早かったね。車庫。サム、はいはい、車庫には他の配達人と共有の車両が止まっていることがあるわ。見つけることがあったら気兼ねなく使ってみて。オレンジと白ってなんかかっこいいね。おお。で、それじゃなくてやりたいこと。納品。あとリサイクルなんかあるかな。まあこんなもんか。さあ、あとはもう一つある。はいはい。指名なし依頼に新システムを追加した。これまでの君の実績は賞賛に値する。そこでプレミアム配送を受けられるようにしておいた。プレミアム受けるときに自分自身で厳しい条件を設定する。それが達成されるとはあ、ことができるシステムだ。例えば時間制限が課せられている配送があるとしよう。それに対してさらに短い時間を設定し、それをクリアできれば評価が上がるというわけだ。なるほどね。自信があると思えたら挑戦してみてくれ。はあ。これやってもらおう。で、実際次は何？ああ、さらに行く感じか。しかも雪山。これはバイクでは行けない感じだな。そうか。指名なしろやもん。逆だもんね。壊れ物注意か。レベル2はどう違うんだろうね。衝撃吸収力が向上。
ダメージ軽減。ああ、これは作っておこう。2個にして、はしごも今回は2個持っていこう。ロープパイルも1個。パワーはいいとして、この辺りも OK かな。で、ブーツが、で、これを背負ってリサイクルすると。いやー、雪山楽しみだね。あ、今の靴と変えとけばよかった。せめてね、せめて靴はちょっと新しくして、リサイクルで、これと、あ、もう履き替えたからもうないか。血液バッグを一つちょっと持っていきたいね。ご提供いただきありがとうございました。で、これで物資があとちょいか。これどこまでつながるんだろうね。この辺りなさそうだしな。ここもあるね。やっぱこう言ってこうか。いや、ここまで繋がるかな、あの通路ね。ポストだもんな。まあ、ちょっと長い旅になりそうだが、頑張るか。この辺りに。あったあった。さあ、入れるだけ入れて。
で、こっちをずっと行く感じか。そっちだよな。痛い痛い。まあでも快適だね。おお、ナイスジャンプ。そこもあるね。ここで回線が切れると。結構900とか使うようになってきたね。さあ、バッテリーは問題なし。で、雨が降ってきたか。それください。カイラルゲット。よし、こっからだか、こっからか。グレネード持ってきてね。ちょっと使わせてもらおう。これはいける感じか。お、よしよしよし。いやー、グレネード忘れたの痛えなー。まあでもここを抜けていくしかないからな。大丈夫。なんか使えそうなのも特にないしな。
問題は意味があるのか。一応拘束はできるのか。なるほど。でそのちょっとの間だけどね。いやーマジかー、グレネードナイトやっぱそういう時はきついね。タールが、スタミナが切れそう。よし、いけるかこのまま。さあパワースケルトンつけててよかった。登りきってしまえばっていう感じはしたけどね。バイクでも危ない危ない危ない、流されるとこやった。よし抜けた。おお、危なっ。よし、リペアは ないか、持ってきてないか。あった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 、上だ上。そんでもって駆けてしまって。よしよし。結構高えな。あそこも橋使うか。よし、いや意外と橋がいらねえな。いやー、時雨が止んでくれるとだいぶ助かるんだけど。よし、まあ、拾い物はあと劣化が激しいからね、もともとちょっとどうしようもないところはあるから。まあでもグレデードなくて武器を試せたのはでかかったね。めっちゃ結晶落ちてる。でも少ない。よし、お、晴れた晴れた。よし、あのソーラーパネル的なのがすっごい気になるけど。あ、これは100ぐらいもらえないかな。めちゃくちゃでかいよね。でかいな。うん、でかい。これは10ぐらいかな。
たどり着くぞ。こういうところもあるんだね。ほんと倉庫っぽい感じの場所だね。さあ、変えられる通信をサウスノットシティへつなげと。高精度変えられる物質測定器を納品。どうぞどうぞ。ああ、ありがたい。測定器は完璧な状態です。じゃあよかったよかった。破損ゼロ。特殊抗菌が使えるようになりました。そういうのもあるんだね。素材が変わるのか。安全性 OK。 あとはカイラル通信がつながれば観測が始められます。あ、ここは天気予報ができるようになるのか。観測所なんだね。さあ、これでまたつながった。あ、一気に左来たね。いい感じだね。気象観測所は使えるようになった。おお、レベル2にアップだね。フローター、フローター。トキウシェルター、セーフハウス。手錠弾、天気予報は。ああ、これでどこにあれがあるとか出てくるのかな。雨が降るよとか。それはそれででかいね。ここは DS 以前の気象観測所を回収した施設です。ご存知かもしれませんが。しかし、カエラル雲のせいで、はるか昔に気象衛星との通信は途切れ、トキウの予報も、カエラルノートの観測もろくにできませんでした。でも、あなたのおかげです。観測所として機能するようになります。あなたはここまで来てくれた。私たちも頑張ります。必ず。では。お、ママ。気象観測所が機能するように復活させてくれたのね。ありがとう。カイラル通信はビーチを使う。だからカイラル通信でつながったエリアは理論上ビーチと近くなる。それはカイラルノードにも影響するの。その変化を観測するのもキューピッドの機能の一つ。カイラルノードの変化は時雨の発生にも関連しているから気象予測ができるの。カイラル通信は通信だけのシステムじゃない。あなたの手錠端末でも天気予報が見られるようにしておいた。手錠端末を開いて地図で確認してね。計画するとき、きっとあなたの助けになるはず。避けていくとかそういうことなんだね。私のラボはサウスノットの近くよ。そこもあと少しでつながる。配送端末で依頼を確認して。サム頑張って。ありがとうサム。一つ目のカイラル通信がつながった。その調子だ。他の依頼も頼む。ママが言った通り、君も天気予報が見られるようになったはずだ。試してみるがいい。手錠端末を確認し、今後の配送に活用してくれ。ほいほい。R3 ボタンで変わる感じか。天気予報が見られるようになった。配送ルートの参考にするんだ。あ、こういうことか。30分後。でも基本的に位置はそんなに。でもちょっと変わるか。
奥ほとんど特急しかねえじゃん。受注する際は配送端末にアクセスしてください。まあ納品しておこうか、落とし物ね。めっちゃ遠い。これが次重要なやつか。めっちゃ下行くな。んじゃ、ここまでやっていきますか。建設装置に特急シェルターを追加したわ。特急の影響を受けずに休憩を取ることができるわよ。これだね。よくやった、サム。これで建設より高度な新しい。まあ、使うって感じか。セーフハウスが建てられるわ。大型の構造物だから建設には時間がかかるし、たくさんの素材が必要だけど。マジか。完成すればプライベートルームと同等の機能を使えるようになるわ。試してみて。そもそも結晶すらないからね、今ね。あ、フローター。フローターは牽引式の荷物運搬用カートよ。ほほほほ。結晶で浮力を得ているから多少の凹凸があってもスムーズに移動できる。荷物を乗せて引っ張れば最小限の力で運ぶことができるはず。それから2台を連結させて同時に牽引することもできる。へえ。ただしフローターを使っている間はカイラル結晶を消費してしまうの。カイラル結晶の残量には注意してね。マジか。ちょっと受注しようと思ったが意外と手間かかりそうだな。まあ、なるほどね。一応あると。まあ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 。うん。今回はここまでにしましょうか。ちょっとね、いろいろと話が進んでるのもあるんで、切り替えところで終わりたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。